お得情報をお届けしていこうかと思います。今回は iPhone です。iPhone を激安で入手する法律の穴とでも言いますかね。まあそういった話になります。今、ナンバーポータビリティは、まあ、一般化されてきて、新規契約で激安で手に入れた iPhone っていうのが、もしかしたらあるかもしれません。まあしかしですね、昨年の秋の電気通信事業法改正っていうものがあるんですけども、こんなの知らないですよね。端末の大幅値引きが違法になったんですよ。で、一気に端末ってのが iPhone とかっていうのが高い値段になってしまったんですよね。まあですんで、2年で割引きますよとかね、年割ですよとか、月割ですよみたいな感じで、まあ実質無料みたいな形にしてますけども、結局は、iPhone みたいなのは10万とか20万で買うしかなくなってるんですよ。まあそんな中ですね、法律を逆手にとって iPhone をものすごく安く手に入れる方法を今日はお話しするってことです。こんな方法です。格安携帯、MVMO の B モバイルが3月30日までの期間限定で、フォーマーガラケー、これ 3G なんですけども、専用の SIM を販売してるんですよね。動画説明欄にリンク貼っておきます。こちら最低利用期間とか、あとね、解約違約金っていうのがないんですよ。で、パッケージ代金とナンバーポータビリティの発行手数料、合計6000円プラス税金なんで6600円ですか。これだけで契約が可能になります。6600円ですよ。いいでしょ。で、なぜね、今さらガラケー 3G、これをね、やれっていうのかってことなんですけども、先ほどお話した電気通信事業法改正によってですね、ナンバーポータビリティ大幅値引きっていうのは違法になるんですけども、3G から 4G 回線への機種変更っていうのは値引きしても OK ってことになってるんですよ。だから一旦 3G を契約して、それを 4G に切り替えましょうって話を今回してるんですよね。まあ、ですんで、携帯電話販売店とか家電量販店で、ガラケーから 4G 回線に機種変更すれば、ただ同然で iPhone が手に入るっていうスキームになってるんですよね。まあ、ガラケープラス B モバイル SIM で10万円を超えるような iPhone が、まあ、一括0円で入手可能になるっていうのが、今回の話のオチになってきます。動画説明欄にですね、まあ、フォーマーガラケー 3G 専用の SIM の販売の URL 貼っておきますので、そちらの方でご確認ください。よかったですね。これでね、だから、結構ね、この代理をすることによって、この情報を流すこととか、この契約の代行することによって、しっかりと儲けることもできますんでね。皆様、ご安全に。